あの人がいたから長い野球人生過ごすと思う。トバミはカレーを絶対食うと。勝ってると靴下を買えない。カラオケ行ったらマイク2本で歌うもんね。最高3本で歌うし。あのバッテリーとしてあの山本昌さん、うんとの、まあ、仲ですとか。しぶといですよ。しぶとい。しぶといというのはもう一言しぶといです。違う話でしょ。まあ、ある意味野球も私生活もしぶといです、はい、じゃあ どっち。野球からいきますか。野球からです、うん、野球は、まあ、結果的に、まあ、一個違いで同じような二軍暮らしも同じで、ね、一軍に上がった時も大体同じだったんですよ。まあ、先輩はそのアメリカに残ってね、まあすごい魔球を覚えてきて、もうビッグになって帰ってきたんですけど、僕はその時当時ボコボコ殴られて小さくなってたんですけど、まあそのアメリカ行った時もね、5、6勝はしてね、アメリカに10勝できなかったからアメリカに残れって言われて、で帰ってきて、もうそのねスクリューボールっていうのがね、もうすごかった。まあ投げてる方はスクリューなんですけど、取ってる方はフォークボールですよ、うん、しかもむちゃくちゃいいところからむちゃくちゃいいコースにゴンと落ちるんです。やっぱ本当なんだ。あっちで覚えたんだ。あのボール覚えた。じゃあたけしの知ってるマッサンのそのフォークチがスクリューはなかったの、うん、それまでなかった。まっすぐとスライダーとカーブだった。でこっからしぶといのは、はい、やっぱりすごい魔球を覚えて、あの人のすごいのはそれを誰にも教えないっていうしぶとさがある。あそこはしぶとい。聞かれることはあったんで、みんなやっぱり左のね、うん、やっぱり覚えたいじゃないですか、覚えればって、はい、でも教えなかったですね。しぶとい、しぶとい、しぶとい。そういうしぶとさ、しぶと。あと私生活はなかなか財布を開けないしぶとさがある。これ結構しぶといです。いい加減開けてくださいって言ったらなかなかね、あとはなかなか飯誘ってくれなかったっ。で月間 MVP を何回か取った時に初めて飯連れて行ってもらって、そういう時はすごいごちそうしてもらったんですけど、うん、まあ、そういう生活もすごいしぶとさがあるっていう、まあ、今のはまあ半分本当で冗談なんですけど、どっちなんやろ。あの人の何がすごいっていうのは、はい、もう自分を信じてるから、あの練習もあのいろんなことをしないですよ。もうこれって決めたら、もう多分現役引退するまでそれやり続けたんじゃないですか。まあいろんなジンクスも担ぐ人だし、はい、あのトバミはカレーを絶対食うとか。あ、カレーですね。今日はもうないっつっても必ずカレーがあったんですから、どっかから多分あれ一回あのホットモットがどっか買ってきたんだよね、あれね、地方球場の時に、食えっつってね、必ずカレーを食うね。勝ってると靴下を買えない、ソックス。ね、8連勝か9連勝した時に、はい、いい加減靴下も破れてるんですよ、親指が、はい、もう血だらけですよ、うん、それでも買えないです。負けるまで買えないってどういうこと。演技か、演技洗わないの。洗う、洗う、洗うよね。その靴下を必ずゲームで履くの。破る負けるまで。だから結構演技だから、どっちから履くとか、験担ぎの時はすごい。あ、そうですね、うん、でまあ、それも最初やり始めはね、どうかもうやってるうちに成績がすごい伸びたから、もう、ね、本人がそれやらないと気持ち悪くなるから、うんうん、だから練習でももう派手な練習はしないですけど、もうよく走ってますよね、トロトロ。暇があったら走ってた。で一回広島市民球場でおちょけて、嬉しかったのがおちょけて、勝った次の日でおちょけて走ってたら、バッティング練習の打球が飛んできて転んで鎖骨骨折をしたことです、そういうこと。星野さんにすごい怒られてたって、はい、そういうちょっとおちゃらけのとこもあるんですけど、マッサンでも面白いよね。カラオケ行ったらマイク2本で歌うもんね。最高3本で歌うし。でもむちゃくちゃカラオケうまい。そうなんですね。たけしもうまいよね。サザンがうまいよね。そうですか。マイク2本で歌うんだよね、マッサン。3本、最高3本。最高3本で歌う。最高3本。3本になると変わるのかな。あとお酒が強い。多分24時間ぐらい平気で飲んでる。寝ずに。水割りばっかりだけど。水割り関係あんのかな。いやあれそれじゃ多分飲めない。一切酔わないです。変わらないんですか。酔わない。ずっと言えると思う。
そういうしぶとさもある。あ、しぶとい話ね。そう、しぶとい話。ちょっとそこのしぶとさは俺らとはちょっと違うね。でもね、野球に関しても指導能力もあるし、うん、すごく分かりやすく言ってくれるし、まあそんな無駄なことはね、派手なことはしないですけど、はい、まあまあ、僕なんてあの人がいたから、長い野球人生過ごせたもんで、いなかったらね、もう半分もなかったね、人生は。一応なんか、セットになってたもんね。うん、まあ、そういう点ではすごく感謝してますよね。まあそのままちょっといいこと言い過ぎたかな。いや、大丈夫ですかね。マサさんもそう思ってるんじゃない？ちょっと試しがいたからって。ということはもう2人にしか分からない、もうこう通じ合ってるみたいなものもあったりしたんですか？まあまあ、俗に言う、まあ、ちょっとかっこつけて言うんですけど、サイン出さなくても何に投げたいっていうのは分かったんですね、口で。でもそれ出してるっていうことですよね。いやいや、違う口とディスカル、ね、あ、これ投げたいんだな。これバッターにバレるでしょ、そのうち。で口をやったらまっすぐ投げないです。で首の振り方が変化球になります。結構分かりやすいですよね。で一回ちょっと見えない時は俺が多分インコースまっすぐ出してる時です。ちょっと見えないです。もう一回って言って、で僕がスクリュー出すと、あんまりインコースまっすぐ嫌いの？嫌い。でも一回、これ本当の話なんですけど、あまりにもインコース投げないから、うん、星野さんが当時、お前ちょっとマサに聞いてこいっつって、うん、インコースなんで投げないんだっつって、勝てんのかっつって、どっちか聞いてこいっつって聞きに行ったんですよ。それも優勝争いしてて、巨人の3連戦、で謙信が行って野口が行ったのかな、で最後山本さん負けできた、で今日負けると 0.5 になっちゃうから、ね、みんなが、おい山本さんまずいこれって、で星野さんも聞いてこいっつって、ね、聞きに行って、で監督こういうふうに言ってますよって、インコースで監督に言ってきてくれっつって、明日はアウトコースしか投げないから0点で抑えるか9点取られるかって言ってきてくれっつって、そのまま言いに行ったの、こんなこと言ってるって、まあ、結果的に3対1で勝ったんだけど、1点を取られたんだけど、そのうちあの人2点タイムで打ってるから。マサさんバッティング弱いよね。まあまあ本当はね、しぶといでしょ、バッティング弱い。いや結構しぶといでしょ。当てるのはね、なんとか当てるけど、でもね、まあ、それはちょっと今感動した話で、まあ、結果本当に3対1かなんか勝ったんですよ、で、まあ、その時優勝したんですけど、まあでもすごいことですよね。でもまあインコースは投げましたよ、投げないと言っても。でもアウトコースだけで抑えるから監督にそういうの言ってくれっつって、もう後にも先にも、もう山本さんしかいない。え、なんだっけ、しぶとい話だっけ。そうです、しぶとい話。しぶとい話は、はい、強打者としぶとい話、はい、たっぷりいただきました。はい、ありがとうございます。はい、中村さんのラスト、現役のラストイヤーは楽天での、はいはい、生活となりましたけれども、まあ、楽天の初年度、はい、ということですよね。どういった雰囲気だったんでしょうか。雰囲気はとにかくあんまり野球やる環境ではなかったですね。環境、はい、まあグラウンドも含めて、まあ、会社もまあ含めて、あとまあ集まってる選手も含めて、はい、そんなに野球やる環境じゃなかったですね、プロ野球的に見ると、まあ、それは当たり前のことですよね、1年目のあれ。ただね、長井さんの地元の仙台がものすごく盛り上がったんですよね、想像以上に。ね、もちろん手助けもしてくれたし、そういう点ではまあ場所がものすごく良かったというイメージが、まあ人柄がいいというか、やっぱここで野球チームができるのはあってね、やっぱり 俺らは仙台とかよりまあ静岡とかさ、ちょっと真ん中の辺と思ったけど、あんな寒いところで大丈夫かなとか、なんかやっぱ考えるじゃないですか。でも本当ね、町の仙台の人たちがもう、まあ、東北の人ですよね、みんな本当にみんな協力してくれたので。でもまあいざね、やっぱりプロ野球ですからね、成績はやっぱり出るはずがないですよね。これはもうしょうがないですよね。どっちかというと2軍の人たちが集まってる一軍のチームなので、本当に100敗する勢いだったんです。100敗したのかしなかったんです、90何敗。え、あの時4番誰？1年目背番号高津、高津
4番打者すか高須あ4番はね川口とか打ってたあ剣士うん剣士とかたまに高野とか磯部が1位から3のうち打ってピッチャー岩熊ピッチャー熊しかいなかったですね熊それゴンドさんもうちょっといたと思うけど、うん、たけしは俺分かんないんだけどレギュラーのキャッチャーだったのいやあの時はね藤井今阪神のコーチは藤井がいたのでまあ3分の1ぐらいかな、うん、あと交流戦は一月出たの、うん、7月、うん、交流戦草厚い時に、うん、交流戦からちょっとシーズン入るあの間は出てで唯一7月は勝ち越したんですよ7月から8月は貯金1があったの竹下キャッチャーでそうそうそうロペスあロペスね交流戦の阪神戦で左の金田っていうのが投げてて、うん、あ金田、うん、で向こうが阪神の安藤が投げてたのかな、うん、安藤、まあ、あんまりいい当たりじゃないけど俺が左中間のツーベース打った誰が俺が竹下が、まあ、まずツーベース打って左中間に打った、うんまあ、いい当たりじゃないよ、うんうん、分かる分かるで次誰かがその時ね正直ちょっと足つったんだ熱いともうバテちゃってんだから、うんうん足つくのまあまあいいやってねだまあ8番とかで次そんなね誰打ってたか分かんない、うんまあ、打つことないと思って安心した、うん、打ち上がって、うん、そのままホーム帰ってきて、うん、みんなわーってなってるのに足つってるからそのままトレーナー室に行ってほんとほんとでうわもう肉離れ やっちゃったな、うん、でもプチって音しないからものすごい痛かったの、うんね、トレーナー室で帰ってくるときまた転んでもうこれ、ね、監督が来てタオさん見てどうだって言っていや肉離れじゃないですけど釣ってますっていやそんなことよりどうだって言うからいや多分出れないって、ねまあ、その試合交代になったんだけど、うん、そこも2軍落とされてそれきりになったんですけどそれで終わったの何の話やったんですかね粘るじゃねえそうですねなんだっけ、うんでもまあ何の話ですかね楽天のまあそうですね、はい、あの山本マスターの話、はいはい、楽天のそういう思い出があって、うん、もう後にも先にも最後盗塁させたのはソフトバンクの大村あ大村ね現役ですから大村、ソフトバンク、うん、これが現役最後の盗塁阻止だと思うたけしなんか盗塁阻止5割何部を2回やったのいや5割1分8厘あんまり覚えてないけど5割以上2回、うん、あと4割6分何本、はい、あんまり覚えてないですけどそれが2回ぐらいです、まあ、大した数字じゃないいや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 、うん、もう数人しか成し遂げてない記録ですから、ね、いやいや多分63回指してると思うんですけど、まあ、そんな覚えてる数字をあんまり覚えてないですそうですね、まあ、そこは、はいまあ、ピッチャーとの共同作業なのでそんなに肩も強くないな、うん、あその肩ですけれども、うん、生まれつきまあ、生まれ持ったものなのかもしくはこう育つものなのでしょうか強くなんないと思う俺もなんないと思うんだよな、うん、生まれつきだからやっぱ肩の強さと遠くへ飛ばす力、はい、足の速さ、うん、これはもう生まれつきじゃないですか、うまさがねだからバッティングのこうミート力が上がるとか、はい、コントロールが良くなるとか、まあ、ベースランニングが上手くなるとか、はい、そういう技術的なうまさは、ね、もちろんうまく、まあ、向上すると思いますけどただ単のスピードとか遠くへ飛ばす速さっていうのはまず無理だよね、うんうん、だからキャッチャーで言ったらあれじゃない の,、はい、あのこのステップだなんだねちょっと ね頑張ってそうそうそう何秒か早くセカンドまで投げれるとかね、まあ、あとはもうピッチャーが、まあ、盗塁はもう盗まれないことなんですよスタート、うん、あんまり速さ関係ないです、やっぱり盗まれたらね、やっぱり絶対させない、ねまあ、そこの工夫ですよね、あんまりだって言い方おかしい、まあ、初回にポンって盗塁させても、まあ、別に なんてことないじゃないですか、うん、で9回で盗塁させてゲームセットってこれはすごいじゃないですか、まあ、そういう感じですよね盗塁は、まあ、やられる時はもう別にやられても全然関係ないし、まあ、ここでやっぱり盗塁、ね、させればこう流れも変わるしそういう時はちょっとね、うん緊張しながらやりますけど、うん、何の話ですか肩の強さですね、 そうですね、あの今のプロ野球で一番評価をする捕手といいますとそれは中日の木下拓哉でしょう
それこそ、まあ、監督コーチが良かったせいもありますけど、まあ、そうです ね彼はね本当に肩の強さはものすごくもともとあって、ちょっと怪我が多かったんですけど、別に大将も何も教えたりはしなかったんですけど、盗塁阻止できるようになってきて、もう試合に出てバッティングもね、パンチ力もあるし、まあ、でも一緒にコーチやってる時に斉藤敏夫っていたんだけど、これがあのオリックスの今一軍のバッテリーコーチになって、でまあリーグ優勝、そうですね、タケシの教え子、でちょっとおかしい、タケシはちょっと俺クビになって、タケシはクビになって、彼はねリーグパリーグリーグ優勝して、これ世の中ちょっとおかしい、電話来んの？いやもう来ないでしょ、こっちからしても多分着信拒否じゃん、そんな、うん、辞めた時はお世話になりましたってなんか来たけど、まあちょっとこういう感じが、もうこういう感じしか、もう多分誰も出てくれないでしょ今時期の電話は、とりあえず全て発表、各球団発表になって、来年これでいきますよって言ったらみんな電話出てくれるけど今関係者はみんな出てくれないです、あ多分なんかプロ野球ってそういう流れがある。たけしから電話来た、やべえっつって、あのちょっとどっかポジションないみたいな、そうだって最初になってすぐ鳴らしたらもう留守番電話になるとか結構あるんですよ、あれものすごく寂しいです、だって分かってて切ってるわけでしょ、あれ寂しいよね、あれ本当に何の話ですか、マッサン、山本マッサン、肩の話ですね、肩の話ですね、あのいいキャッチャーということね、そうですね、木下はでも本当に安定感も出てきたし、彼が大丈夫であれば、来年は中日強いと思いますよ、最優秀バッテリー賞も2年連続で受賞されて、ね、あれはいい賞ですよね、キャッチャーにとったら、あんまりキャッチャーって賞に絡むことはないじゃないですか、まあやっぱり打たないとね、あの賞はやっぱりキャッチャーの勲章みたいな賞なので、まあ、僕もまあ多分2回ぐらいもらったかな、もらってないかちょっと忘れたんですけど忘れてないです、多分もらってると思うんですけど、まあすごくあの嬉しい賞ですね、キャッチャーでは、まあ、ずっと続けていってほしいですよね、ちなみにこれから出てくるぞという、まあ、潜在能力を持った選手というのはどこのチームですか、まああのまあ、どこのチーム、大谷翔平じゃないですか、あ来るかな、来るでしょ多分、あそう、あごめんなさい、保守キャッチャーとしてはいかがでしょうか、すみません、でもね、まあ、正直わからない部分もありますよね、よそのチームは、はい、そうですね、ちょっとわかんないですけど、良くなったのは、まあ、結果論ですけど、やっぱり中村悠平は良くなったですよね、一時怪我もあって、最初入団した時はずっと見てたんですけど、あちょっと古田さんと似てるイメージはあったんですけど、あいいキャッチャーだなと思って、でまあちょっと行って伸び悩んで怪我して、ね、今年まあちょっとまた良くなってね、いいキャッチャーにまた復活しましたね、あとはいいか悪いか分かんないですけど、今はもうキャッチャーも打つ方がメインなので、俺らの時代はもうとりあえず点を取ることより、自分が打って取ることより点を与えるなってね、野球取る方はこっちが取ってくれるので、やっぱりバランスが合わないと勝てないじゃないですか、だからもうとにかく点を取られない、もう勝つためどうするかというね、ふうに教えられたので、だから打たなくても全然怒られはしないですよね、で武志なんかキャンプの時バッティングなしとかあったらしい、あそうですか、でもとにかくもうずっと朝から晩までブルペン入っとけとか、でも昔はそういうのもよくあったよね、今じゃもう打たないとね、キャッチャーもね、まあ、もうでももうアマチュアのね、高校、大学、社会人、やっぱりなんかまあまあ誰とかそんなんじゃないですけど、もいいキャッチャーっていうとやっぱりみんなバッティングがいいって、まあ、どっちかというとね、こいつは体大きくて肩が強いぞって入ってくる方がなんかキャッチャーのコーチとしてはすごくやりがいがあるんですけど、あこれいい、まあね、バッティングも確かにいいですけど、やっぱキャッチャーとしてはどうかなと思うところはある、やっぱり本当に昔はなんか肩だけが強いやつって結構いた記憶はあるんですけど、ね、ガタイもいいし、キャッチャーは今もどっちか本当にスマート、昔のキャッチャー像とは全然違うので、なるほど、だからね、誰がキャッチャーなのか昔は分かったじゃないですか、あこいつポジション
キャッチャーだって今もう分かんないです、ね、逆に中日の服とかがねキャッチャーだと思われるよね、うん、パッと見、ね、子供たちポジションってキャッチャーって なるよね、うん、そういうがたいのいいやつはいなくなったから何の話ですか山本松さん山本さん今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。